ラムシュテットは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインデベルでラムシュテットに属している。ラムシュテット地区図この町は、ベスターベルクなどのような、最終氷河期の集団もレーンに位置している。ラムシュテットは、東は、オーステ川の谷に接しており、一部には、小さな湿地がある。北は、主に信用樹が生育する。 コンコーリンのベスターベルクがある。ラムシュテットは1115年にパロチア・ランスティードとして、教会大長に記述されている。一方、考古学的発掘調査は、ベルではずっと早い時期から入植が行われていた、はずであることを明らかにした。ベルでは1500年頃に、フェルダー・レギスターに記録され、初めてその名が記された。しかし、行政上は一体化しておらず、 教会教区が一体化していた。ラムシュテットは歴史上何度も火災に苦しめられた。1972年7月1日にハッケミューレン、イエルベック、ニンドルフ、ボーレンベックがラムシュテットに合併した。ラムシュテットの町役場ラムシュテットの町議会は15人の議員からなる。これは人口3001人から5000人のザムトゲマインデに属す。 町村の議員定数である。15人の議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は人気中の名誉職の町長として議員のマンフレート・クンストを選出した。ズンガラ、青字。金色の基部の上に銀色の史跡簿。解説、ベルデ・ラムシュテットにはかつて数多くの戦士時代の巨石簿があった。そのうちの一つであるベスターベルクの史跡簿。 シュタインウォーフェンが現存している。ラムシテットはドイツフェリー街道に面している。町の北部の森の中に巨石の遺跡、シュテーナーベンがある。聖バルトロメウス教会現在村の教区教会となっている聖バルトロメウス教会は1300年の教皇ボニファテウス8世の時代の植有上に初めて記録されている。多角形の刀弹を持つ穴井湿みの教会堂も この時代に作られた。西の入り口は1700年頃に増築されたもので、北の入り口は木製の筒型ボールトと同じく1768年の改築時に設けられたものである。古い木造の境界塔は何年も前に取り壊さなければならなかったため、クリスティアン・ブンドラムの設計に基づく、レンガ作りの斎藤も同じ年に完成した。 この新しい塔は1812年の大火で消失し、1820年に再興された。この際に、現在の丸屋根が取り付けられた。柱で縁取られ、卓形図が描かれた、祭壇背後の飾り壁は1730年頃、講壇は17世紀末に制作された。15世紀後半に聖杯と、長道内に見られる、キリスト十字架像が作られた。 北ドイツラジオ博物館が入居するベルデハウスランバダスイミングプールラムシテッドの学校センターラムシテッドには大きなスポーツセンターがある。ここには多くの運動場、二つの単育館、屋内プールがある。この他ラムシテッドには美しく密度の高い遊歩道、自転車道がある。町内にはルートや見どころを示す案内板が設けられている。この文献は 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。